フルキャストコンテスト、どうぞ師匠。2分の1オンス、どこまで行くか。なんか消えた、進化がひゃって消えましたね今。どっか行きました今。すげえパワーですね。爆クラッシュ。爆クラッシュ。爆クラッシュだったらもう。いやー、面白い。すごい音しましたね。あれと思って。え、でも飛んでないですよね、あっちに。多分後ろ上。後ろに行ったんかな。いや、移動しますか。ないな。消えるんですね。消せることもできるんですか、師匠は。進化とはもう消せることができる。はい、今、ワームが下手ったんで取っ替えようかなと思って。ああ、これ狙ってのやったことだ、これ狙ってのやったことだから。なるほど。感染進化をなくしたというのは想定外だよね。結構がっかり。感染さっきからなんか生き物が出てきて呼吸してまた下に行っちゃうんですけど、鳥ですか？あ、こいつか。お、すごいすごい、魚食ってんだ。あ、へえ、魚じゃなかったです、鳥か。あいつだ。おお入ってた。おおすごい。おお入ってた。おおすごい。入ってくるんですね。バカ鳥。バカ鳥ですか？頭が悪い。本当にバカ鳥ですか？知らない。おりゃ。いいよ。どこだ、わかんない。あそこらへんですか？これもほら、自分ももうないですよ。あー、ない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 、ポチン。来ました、マックス。ハイパーロンキャストって言って、これ G1 ジュラルミンっていう超高級なジュラルミンです。へえ。これも G1 ジュラルミン。へえ。超超ジュラルミンより強度が高い。強度が強いと軽く作れるんです。うん。ここはシンカーが転がらないタイプの方が釣りやすいですかね。うん、ゴロッといっちゃう。ゴロッといっちゃうんですよね。隙間にストーンと入っちゃう。はい、まあその時釣れる可能性もあるんですけどね。うん、きっと。来た。おお。フィッシュだ、すげえ。師匠も、うん、すげえすげえ、ダブルヒットじゃん。うわーすげえ、ドーン。かわいい。すごいですね、同時ダブルヒットじゃないですか。遠投ですか。大遠投だね、本当はね。あ、大遠投がいいんだな。色がさ、白いじゃない。俳優個体で完全に五木じゃなくて、やっぱ遠投して回遊してるやつ狙うしかねえんだよ。これもちょっといいっすよ。お、いいじゃないですか、いいサイズじゃないですか。お、いいじゃない。うわ、俺の世界一小さな。すげえ。うわあ、すげえ。いらっしゃったですか、これ。このワームは、色はリアルデイトフィッシュ。ヘヘヘ、バイバイしましょうか。ありがとう。上に行かない。おい、痛い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 。上に行く。帰りたくないんじゃないですか。よし。
そこに着きましたね。よし、じゃあここで選びましょうか。はい、釣りたい釣りたい。もっとだ、もっと大変としないとダメだ。シンカー、ああ、そうです。結構でっかめの使ってます。一応差かもしれないですね。これです。ワンマーガルプですか。ガルプのモエビ。モエビ、やっぱシルエットが小さいワームじゃないと風の抵抗で飛ばねえから、重い瞬間ちっちゃいワーム、この追い風のせい大変。でこれもう限度があるんですよ。限度があるんですよ。これこれで持ってきてないの。あれ糸は、糸は車の中にあります。やっぱラインを巻き替えたら必要だな。ですね。フォール中ですか。いやもう着底して、うん、でクンクンクンってやったらゴーンってきて、おお、いやー、激死亡制してやったぞ。そのカラーもいいんですかね、モエビカラー。モエビどうなんだろうね、これがどこまで効いたか知んないけど、あのなんかフィッシュテールっていうか、なんかで形も違うワーム。一つだけ言えることは大円筒です。大円筒ですね。では基本的に渋い時は大円筒した方がいいんですかね。やっぱあの一気じゃなくて回遊してるやつ、回遊を狙うってですね。来た。ああ。